はいどうも皆様こんにちは、おもチャンネルのタルです。さあお正月もちょっと落ち着きましてね、もう仕事始めされてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう本当お仕事の方ね、家事育児の方も皆様本当お疲れ様でございます。まあ、ということでですね、ちょっと2月のトミカに追加があったんで、まあお話ししていこうと思うんですけども、それ以外にちょっといろいろ細々としたねことね、ちょっとね触れていきますね。っていうかな、もうめちゃくちゃね悩んでることもあってね、まあ後でちょっとあれなんですけども、まずこれ東京オートサロンのトミカですね。2021の東京オートサロン、今回はちょっとこれ見ときますが、バーチャルオートサロンが開催されるんですけども、これに関しては今ね触れようと思ったんですが、パッと見たところね、まだちょっと発売決まってないんですよね。発売決まってないというか、発売の方法場所とか決まってなくて、まあ、ちなみに一応ね車種は決まっておりますね。まあ本当全部素敵で、全てねオートサロン仕様ですね。まあ毎回おなじみなんですが、オートサロンのこうエンブレムロゴが入ってるんですけども、まあボンネットにねロゴが入ってホンダ NSX ですね。このねソリッドのイエローカラー、これまたかっこいいです。でその次の下のところには、これはねまたトヨタのね AE86 スプリンタートレノも登場ですね。これはドアのところにですね、はいこんな感じでエンブレムが入っていると。ツートンカラーかな、上はブラックで下がグレーですね。これも渋いね。で3車種目がランボルギーニのアベンタドール SVJ、 真っ赤なボディがまたかっこいい。ロゴ関係はボンネットになってます。 SVJ のロゴもちゃんと後ろ入ってますね、ここね。で下行きまして、オリジナルトミカ、あこれは一応ねオートサロンのトミカではなくて、あれですね、まあいつもあるんですけども、熱通兵庫のこれは86の BS トヨタ86か。また今回のデザインかっこいいね。これちょっと実写はまだ写真とか見たことないんですけど、でグレーと金色かな、このツートンカラーになっていて、うわめっちゃいいなこれ。でちょっとねアクセントというか、こう赤色とかねリップスポイラーとかホイールで横にねちょっとしたこうライン入ってたりするんで、これも絶対押さえておきたいところのねトミカですね。まあこんな感じのね4種のトミカが発売は決まってるんですが、まだねここにも書いてある通り、発売場所発売時間等に関しましては随時情報を更新していきますというね、現段階ではそうなってるんで、まあいろいろちょっとねこの情報はね追ってみたいと思います。また決まったら動画でお伝えできたらお伝えしますね。で戻りまして、トップページでチェックしておくところはまあいろいろあるんですけども、バーコードキャンペーンは今頑張ってます。でコアグランナーでしょ、アスグランナーか。でそれ以外は特にそんなにないのかな、ないね。ということでトミカ行きましょうね。新商品情報、はい、2月行く前に本当昨日気づいたんですけど、1月のねトミカに変更というか、こんなの聞いてないよっていうのがあって、通常版はねなくてですね、下の方に行くとショップオリジナルの、ね、トミカですね、まあこれが載ってたりするんですが、まあここまでいいよ、ここまでいい、これ上はいいけど下ですよね、これこの左下、こんなのいつからここにいてたのっていうぐらいね。てかイオン今月2台出んのかいみたいなそんなねツッコミをしたくなるようなねもう感じなんですが、まあ1日にね NSXR の英国警察仕様が出たんですけども、まあ、さらに今月の23日ですね、はい、こちらがねまた素敵な車種ね、スズキジムニーのドバイ警察仕様がねこう同乗するということだけあって、これ本当に知らない間にねここに追加されてたんですよ。これいつからまあねないよりある方が全然まあいいっちゃいいんですけど、多分これねあーって思う人とかね結構多分いらっしゃると思うんで、まあ今月はイオンさん2回出るんで、23日にも出るんで、まだねご存知のない方はぜひカレンダーの方にチェックしておいてくださいね。このドバイシリーズはね本当素敵ですよね、ぜひコンプリートしたい。僕GTR 持ってないんですよ、欲しいなと思ってて、景品のやつね。で1月に追加されてたのはとりあえずそんなもんですかね。あとモールも23日に出るんですが、これもトミカショップとかでも発売されるみたいで、お近くでねショップある方はぜひ行ってみてください。で感じの2月ですが、もう2月はね本当ね結構本当どうしようかなっていう感じですね。通常のトミカは以前にねまあ触れたんでさっと言っときますが、まあシビックもね出るしね、本当2月は結構大変ですよ。本当ねトミカワールドも出るで、プラレール側にも結構いろいろ出るんで、後で触れれたら触れましょうね。で、下の方にバーっていきます。カードトミカで、ああそう、これも力入ってんなここね、はい、販売店オリジナルトミカ左から行きましょう。トミカショップのオリジナルで日産シルビアのパトロールカシオ、これが2月の6日の土曜日にね発売されます。シルビアの警察ってなんか急に気合入ってんなみたいな、本当にねちょっとそう思っちゃうような時代だね。まあ嬉しいですよね、登場しますね。久しぶりにパトカー出るんでめっちゃ嬉しいで、しかもシルビアってね、なんかちょっとまあ
結構ショップね、オリジナルのねトミカってなんかこう気持ちめっちゃ残ってるような、最近のシャレで言うとそんな傾向があったんですけども、これはなんかどうなるんだろうっていう感じですよね。まあ、できればね、まあ、ショップに行くよりタカラトミーモールで買えたらね買おうかなと思うんですけども、まあ、これは要チェックですね。2発でもいいかね。ちなみにこれ、あ、まだね販売開始されてません。よかった。ギミックもねしっかりしてますね。これねサスペンション多分左右のドアの開閉ついてますねこれね。でさらに、これもね先日発表あったばっかりですが、これがモールオリジナルですね、トミカプレミアムのランボルギーニ3モデルス。かっこいいなこれ。もう素敵な3種のねモールオリジナルのセットが登場です。これが27日の土曜日、もうすぐね僕予約しちゃいました。今でもね多分一回ちょっと見とこ、先に見とこね、予約できると思うんですけどもね、まだ、あ、まだできます、まだできますね。予約するっていうボタンがあるんで、気になる方はお早めにね。値段は2640円です。でちょっと戻りましょう。はい、まあこんな感じのねセットになってるんですが、またねいい車種の組み合わせね。ねガヤルドのスーパーレジェーダーでしょ。で真ん中がこれがディアブロ SV ですね。で右がカウンタックの LP500 の S ですよ。またねこれ色のチョイスもなかなか渋いのよ。まあねもうベーシックなホワイトカラーね、うん、これもかっこいいし、真ん中のこのまたパープル紫でホイールもねまた生かしてんのこれ、うん、これはもうやばい、ね、いいね、ね、このねシルバーこうアルミっぽい感じこうまたいいですよね。でこれもね金のホイールになってて、これ前後違うのかな、デザインがちょっとね実写に触れてみないと分かんないですけど、まあ素敵なね3種のセットのねこうトミカプレミアムが登場ということで、これもぜひねちょっと皆さんね気になる方はモールオリジナルなんで一般店舗での販売はないんでね、お早めにねチェックしておいてください。なんか2月攻めてますね、うん、で、下行きまして、まあ右はちょっと、ね、長くなるんでちょっと置いておきましょう。左から前いますが、タカラトミーモールオリジナルのねこれがトミカプレミアム RS ですね。まあ一部の方には人気がある RS シリーズのミューラーの P400S のこれが、通常版では赤色がね登場してるんですけども、今回はオリジナルでねイエローが登場しますね。まあ僕は結構好きなんで、もうすでにね発売日が2月の27日とさっきのね、プレミアムと一緒なんで、同時にね買うとこう送料無料なのでね予約させていただきました。はい、こんな感じのねイエロー、まあギミックたっぷりでスケールは43分の1でね結構大きな車両にはなってくるんですけども、はい、まあ見応えはたっぷりとあると思いますね。個人的には好きなのでね、気になる方もぜひここまでチェックしておきましょう。でその隣ですよね、これがどうしようかなって思ってるところでね、セブンイレブンのオリジナルのねトミカが昨年の夏頃からかな、セブンイレブンさんの発注の画像みたいなのがちょっと出回りまして、まあ話題にもねなってたんですけども、いよいよ2月の6日の土曜日に登場です。これね、まあセブン&アイということで、まあセブンイレブンなんですけども、まあ店舗によって発売日がね、まあ多分変わってくるんですよね。2月の6日となってるんですけども、早かったらね、もう4日に入ってたりとかね、5日に入ってたりとかね、まあバラバラだと思うんですけども、一応ね、公式では6日から一斉発売、6日以降か、一斉発売となっておりまして、まあこれがね、ミニクーパーとランボルギーニのもうこのくじ形式のトミカなんですよ。5色ずつのラインナップで、ミニクーパーがブルーに赤、レッドですね、深めのレッドで、オレンジで、ブラックに、これが赤と、で、ちょっとこれだけルーフのカラーが明るいですね。黒と赤のこうツートーンカラーになってます。グリル魔界ライン入ってて。まあ、かわいいね。もうこの5色ミニクーパーね、全部欲しい。で、ランボルギーニの方も、はい、こちらもね、5色というか、まあ、5種のラインナップですね。最初からいくと、まあ、オレンジ、レッド、ブラック、グレーか。グレーに、グリーンに、ホワイトと。まあ、こんな感じのね、素敵なもう10種のラインナップになっているわけなんですけども、これがくじ形式で販売されるということで、一応ね、店舗一覧はね、下には載ってて、まあ、ちらっと見たところ、いつもイニシャル D とかのトミカがね、発売される、取り扱いがある店舗と、まあ、僕の近辺では合致するところあったんですけども、まあ、どれぐらいの入荷数が正直あるのかってね、店舗によっていろいろあると思うんですが、難しいですよね。一部の店舗ではちょっとどうやらこう予約とかね、受け入れてたりもするみたいなんですけども、それもまあ、ちゃんとした情報かもわからないし、難しいね。ちなみに僕の周りのね、お店では一切予約ができませんでしたので、ちょっとこれはね、まあ、2日、3日ぐらい前からいろいろとちょっと策を練って購入しようかなとは思ってます。
まあ、数的にはねそんなめっちゃ少ないっていう感じでもなさそうな気もするんですけど、まあどうなんでしょうね、正直なところどうなんでしょうね。ただくじ形式なの、あくまでもくじ形式なので、これをね一個一個くじ引きで買うっていうのはなかなかの至難の業ですよね。10種コンプリートするってなったら、まあなのでも潔くコンプリート諦めるかって言われると諦めるかもしれませんけど、ボックス買いできるならね、ボックスで購入しようかなと思ってます。ちなみにあのなんかボックスもね、種類あるみたいで、まあ一体ね、もうどうなるのか本当に出てみないと分かんないですけど、ね、また、ちょっと大変な忙しいトミカが2月の、6日にね、登場するということで、皆さん頑張りましょうしか言えません。ね、これは大変そうですね。なんとかしたいんですけどね。あ、ちなみに多分ね、あのオムニセブンでもなんか予約販売とかあるかもしれません。どういった感じかな、アソートで売ってくれたら一番いいんですけどね、ボックス販売とかで売ってくれたら一番いいんですけど、まあ、ちょっとね追ってね、まあこれもねギリギリまでちょっと情報とか追っていきたいと思います。頑張りましょう皆さんね。まあとりあえずといった感じで2月ね、結構いろいろともう本気で忙しい感じになってくるんで、ちょっと皆さんね一緒にね頑張ってまいりましょう。あ、ちなみにあのちょっとここには載ってないんですけども、1月の8日だったかな、あのイオンさんのあのバレンタインのチョコレート付きのねトミカが発売されますね。ちょっと今ちょっと写真とか画像とかあの本当ないんですけども、まあいつもと同じような形でね発売されるんで、それもねまあ要チェックしていきましょう。あの車種なんだったっけ、すごい忘れたんですけど、まああの画像拾ったらあの後でここ載せときます。はい、確か2種あるんで、それもねチェックしておいてください。でさっきも言いましたが、ちょっとプラレル側行きましょうね。はい、プラレルやってまいりました。これすごい気になってるんですけど、この赤い車両これなんだって思ったんですけどね、炎のような赤い車両、近日公開。これあの情報ねぼちぼちと出てくるかもしれませんが、下にあの動画あるんで、まあ気になる方はこの動画をちょっとぜひねご覧になってくださいね。なんでしょうね、60周年記念に出た時とまたこれ違うのかな。で新商品情報いきますが、今月の1月はこれ出ます。 JR 九州のワクワクアドベンチャー新幹線。はい、こちらまたミッキーやったっけ、これミッキーだったっけ。なんか JR 九州ってなんかすごいミッキーなイメージあるんですけど、ミッキーじゃないけどディズニー系か、なんかカーズのデザインとか書いてる。あのちょっと詳しく知らないんでまだよく見てないんであれなんですけど、あ、これもなんかいい感じですね。ピクサーって書いてますね、ピクサーね。まあ可愛い感じなんで、1月の21日ね、21日発売になってるんで、これもチェックしてください。で2月ですよ。2月が結構毎年プラレールとかあれなんですけど、幼稚園とかねに進学した祝いにこう買ってあげるのかな、保育園とか行った時の祝いに買ってあげるのかな、こうレールセットとかこう登場してくるんですね。まあ今年もあるということで、これ2種の坂で楽しむ立体上り下りレールセット。まあこれあの似たようなセットがあの今までにはあったんですけど、まあ装いを新たに登場といった感じですかね。あ、このねクロスレールいいですよ、このクロスレールね、これ欲しい。で裏返すとこれなんか駅になるみたいなんで、駅というか駐車場か、まあなかなかいいセットになってると思います。このパーツ欲しさに買っちゃいそうですね今回僕もね。いいです、いいです。で下行きまして、はい、こちらね、これもねレールセットになりますが、はい、直線直線レールで始めよう、スタートレールキット、これにもねなんかパーツついてますよね。はい、このクロスレールっていうのかな、これを一緒上と組み合わせてるだけとかじゃないですよね、普通にこっちにもついてくると思うんで、まあどっちかでいいと思うんでね、ちょっとね、まあこれからプラレールをねこう与えようかなっていう人はこの辺りもチェックしておいていいかもしれません。で下行きます。プラレールの情景パーツって多分ね今回なんか一新されるような感じですね。まあなのでね、プラレールの情景パーツあまり持ってない人はちょっとねチェックしておいた方がいいかもしれませんが、J の11が11番が今はね現行は信号所なんですよ。それがですねちょっとね同じ型番でつなげよう組み替えプラレール駅というものに変わります。まあこれもね、まあなかなかストラクチャーとしてはこう新しいものとしてはねなかなかいい感じになってて、こう組み替えれるねこうプラレールの駅がねこう登場します。横にもなったり対面にもなったりですね、いろいろこうね遊び方変えれるんで、これはいい駅が出るのかな。うん、ただまあまあ本当今も言った通りあれなんですよね、多分信号所がねもうなくなっちゃう、廃盤になっちゃうと思うんで、まあ気になる方はそのあたりもね早めにチェックしてください。で続いて J の12番ですね、こちらがね
組み替え古戦況ですね。つなぎよう組み替え古戦況。はい、こちらもね、またね、いい古戦況ですね。これ伏線レールが下通過できるようになっている古戦況が登場します。ちなみにこうシングルにもできて、なかなかこれもね、組み替えでね、遊べたりするんで、まあなかなかね、素敵なストラクチャーが登場です。ちなみに J の12番は今のところ、12番もあれですね、健康の古戦況になってるんで、これ確実に入れ替えになるんで、まあ、結構ね、今の古戦況もいいんです。雰囲気的にすごいいい感じなんでね、まあ、気になる方はこれもね、早めにね、チェックしておいた方がいいかなとは思います。で、下行きまして、はい、こちらですね、 J の23番がトミカが発車プラレールのお店。これはね、以前にプラレールのね、レールのセットだったかな、それに付属していたね、ストラクチャーと同じですね。こうね、トミカが発車するね、こうギミックになっているものがこう単体で、ね、登場するといった感じですよ。これ何のセットだったっけ、前にね、なんか僕ね、多分紹介したことあると思うんですけど、まあ、それのまあこの部分がね、単品で出るということで、まあ、トミカと一緒に遊べるんでね、これもね、素敵なね、ものになってると思います。ちなみに J の23番は何でしょう、原稿では、あ、田舎の駅か、田舎の駅がね、同じ型番なんで、これもね、またね、ちょっといい感じの駅なんですよ。あんまり僕動画に登場させたことはないんですけどもね、まあ、素敵な駅なので、これも早めにね、ちょっと手に入れておいた方がいいかもしれません。まあ、といった感じで、プラレールもね、結構2月にね、こう、新しいものがね、たくさんね、ストラクチャー出るんですけども、入れ替えで廃盤になっちゃうね、ものも多分あると思うんで、まあ、早めにね、皆さんね、チェックしておいてください。はい、ということで、今回はトミカプラレールのね、新商品ね、結構まあ、追加でいろいろね、こう、2月の部分かな、まあ、来月にはなるんですけども、いっぱいあったんでね、ちょっとね、見ていきました。まあ、ほんとね、もう、近いところでいうと、この東京都サロン2021のね、トミカ、まだ情報は完璧に出てないんですけども、まあ、そういった情報もね、追いかけつつね、またね、まあ、いろいろね、情報をね、発信していきたいと思いますんで、またね、今後のね、情報にの皆さんもね、注目しておいてください。まあ、でも本当に来月のね、セブンイレブンのトミカだけはね、どうしようかなって、すごい悩んでるんで、いい方法あったら、コメント欄で教えてください。なかなか難しいと思うんですけどね。まあ、ということでね、はい、今回はね、この辺りで締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いします。あと、Twitter ね、インスタ、そして最近でもね、LINE のね、公式アカウントの方で、そちら限定のね、動画もね、配信したりするんで、ぜひね、よろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。